でもツアーの前はダンスの練習、何時間ぐらい練習するの？7時間とかだってもうぶっ続けでやったりとか。はい、7時間はい、すごい。そうですね、なのでこう短期で私たちも振り付けを覚えて、もう短期集中型でやってますね。ダンスは何歳ぐらいからやってるの、みんな？でも結構個人差はあるんですけど、まあ、私は小学校の時、1年生の時に、うん、まあ、お姉ちゃんのお誘いでダンスを始めたって感じですね。あ、そうか。ニアさんは？私はオーディションを受けてちょっと初めて本格的にダンスを習ったので、うん、まだ多分デビューしてから2年半経ちかたってないぐらいなんです。そうですか。マイカさんは？私は小学校6年生の終わりぐらいから、はい、始めてました。うん、踊り好き？大好きです。あやかさんは？私はあの小学校の時にお姉ちゃんの真似をしてダンスを通いに行ってました。まやさんは？私も本格的に始めたのは小学校4年生の時に地元のスクールで始めてって感じです。りょうさんは？はい、私は小学2年生の頃に初めて、そっからもずっとやってました。じゃあ十分長く、はい、やめないで、やめずにずっとダンスだけは唯一やめずに一本で進んできました。そうですか、はい、